ルタフショット外エドワーズ3どうでしょう。ちょっと長いリバウンドニュービル、セカンドチャンスは前グダイテスの壁、エドワーズが後ろからフォローです。昨日もちょっとファールが混んでいる東京、立ち上がりです。エンド外振ってホトゥショートコーナーでしょう。短いリバウンド比江島、今5対4のアウトナンバーです。後ろからメインデル手をかけますがエドワーズに収まりました。出口さん、水曜と土曜連続して30分以上出場している選手多いんですよね。そうですね、水曜もチャフゲームでしたからね。あ、エドワーズジェレット守ります。ノーファールという声が飛んでいます。この後東京は橋本涼も入ります。そしてフォトゥ、フォトゥファールあってエンドワンになりました。1つ目のヒットもここももう完全にファールでしたけどね、この2つ目の腰のところの部分がファールということで、今日は 2-3 が多くなります。そこからマッチアップゾーンに変化していきますが、これも中に放り込んでのエドワーズ、今度はうまくいきました。素晴らしいですね。昨日はベンチスコアがあまりなかったんですが、はい、得点宇都宮がニュービル外、遠藤3どうでしょう。来ました、チームとして初めての3が来ました。遠藤です。センターに対して遠藤のディフェンス、むしろ3が消せてるので、はい、引いてるということで対応してるんです。橋本涼もフェイク入れましたがブロックしているジェレット。まあ、あとアルバルクとしては宇都宮の3をどれぐらい消せるかですが、ニュービルステップバック3だ、来ました。アルバルクタイムアウトかけます、これはジェレットのプロですね。でこの後かなりまあシンプルに見える形で点を取ったんですが、このニュービルのステップを見てください。ジャブステップ、ドリブル使いながらですね、ジャブのように1回出して回してメインに出るアタックはニュービルの壁、エドワーズの壁、そしてニュービル3対2のアウトナンバー、ニュービルファールアウト、エンドになった。エドワーズとニュービルで挟み込むようにしたディフェンスからの、これが DJ ニュービルの世界です。エドワーズとジェレットで挟み込んでテーブスのファールです。初めてですね、こういう速い攻撃。さあオフィシャルタイムアウト開けます。サイドから19秒、先ほどご覧いただきました宇都宮はまだ得点を取っている選手が4人しかいません。アリウープジェレット、これで追いつきました宇都宮です。これもディフェンス絡まれてフォトゥ、これもメインでコンテストしているがアタック、ギリギリバスケットを見て、この後ジェレットが出ます。エドワーズミドルジャンパーエルボー、ニュービルジェレットのピック、グダイティスのショーディフェンスです。裏ジェレットタフショット、また 2-3 ゾーン継続、比江島動いての3やり返しました。今一つ井口さん新しい解決法ですかね。メンバーお互い変わらず5秒注意、比江島に入れてきて比江島のアタック、タフショット決めてきました。遠藤に食いつきが早いテーブス、比江島、フォトゥ、ここへグダイティスがいます。比江島、フォトゥに中に入れてきました。さあ日本代表とニュージーランド代表のコンビネーションで、このタイムアウト明けどうするかですが、マッチアップに変わるか、ジェレットトップの位置から、おー、スリー来ました。ニュービル、オフボールのピックから前に行ってアタック、今度はアルバルクタイムアウトかけます。ただ本当にこのゲームインパクトがある活躍をしている平井は、もう一回比江島とホテルのピックアンドロール、スリー打ってきた、ダーッとバックした、ジェレット、飛んできましたね、待ってました、ジェレット、比江島と今度はジェレット、10秒、外に飛ばしてジェレットは3もありますが、まず押し込んでのワンハンド、一
カルガ、ニュービル、遠藤、ジェレット、エドワーズ、ジェレットのアタック、これファールなしですが、ジェレット、おーっと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 、エドワーズの得点です。17というアテンプトが少ないという、これがアルバルクの今日のディフェンスの良さを示しています。遠藤動いてのスリーどうか、来ました、遠藤2本目。うわこのタオル、比江島、橋本龍馬追い回す、ジェレットとの風面ゲーム、メインゼルも3ありますが遠藤がマークに行っている、具体的のアンダーで行きましたが、スイッチ気味に行って今度はジェレット守る、ジェレットとメインゼル、メインゼルアタック、ブロックしている、外タフショット、ショットブロックバイオレーションです。ノリを入れます。誰が下がりますかね、比江島下がりますかね、ファールなしで守ります。このプレーが終わるとシャッタイムアウトです。今度はメインデルのアタック、おブロックした竹内、メインデルのファールです。ファールアウトしているんですが、メインデルファールトラブルになってしまいました。あブロックしてますね、ジェレット。これでオフィシャルタイムアウトになります。ジェレットですね、これもっとブロックな、テーブスとロシターのピックアンドロール、ロシター、ブロックしたジェレット。渡辺のアテンプトを見たいところですが、ニュービルに対してテーブス食いつく、5秒、外振った、竹内康介ディフェンス挟まれて3、どうでしょう、来ました。今のはもうシューターみたいなかわし方でしたね、さあクイックヒッターが必要です。53秒、ニュービル、これで遠目から来ました、アルバルクは使わないですね。これで残り8秒5です。これで勝負あったという状況になりました。試合終了、70対61、アルバルク東京勝ちました。宇都宮東京東地区優勝攻防の直接対決2連戦は1勝1敗、東地区優勝の行方は来週以降に持ち越しです。